マティス・ヴィンセント・サイブルはアメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデール出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属している。ポジションはシューティングガード。アリゾナ州スコッツデールに生まれる。2歳の時、家族でオーストラリア・シドニーに移住し、そのまま7年間オーストラリアで過ごした。 オーストラリアに住んでいた時はバスケットボールよりも水泳に夢中であったという。2005年にアメリカへ戻り、ワシントン州様ミッシュに定住した。高校時代から関係のあったロレンゾ・ロマールがコーチとして所属するワシントン大学に進学。1年目から主力選手として活躍した。2年目のオフにロマールがチームを去るとサイブルもチームから去ろうとしたが、 新たにコーチに就任したマイク・ホップキンスとの面談を経て残留することを決意した。その後もチームの主力としてプレーし、4年目のシーズン終了後2019年の NBA ドラフトにエントリーした。2019年6月20、ドラフト1巡目に10位でボストンセルティックスから指名を受け、直後のトレードで交渉権がフィラデルフィアセブンティシクサーズに移り、 7月3日にシクサーズと契約した。シクサーズはドラフト前からサイブルの獲得を熱望しており、彼に他のチームとのワークアウトをやめさせ、トップ20で指名することを約束していた。10月23日のボストンセルティックス戦で NBA デビュー。12月8日のトロントラプターズ戦では5本のスリーポイントシュートを含む20得点を記録し、チームの勝利に貢献した。 この試合で3スティールを記録したことで、サイブルは開幕5試合すべてで複数回スティールを記録した、球団初の選手となった。シクサーズのルーキーがチーム記録を作ったのは、アレン・アイバーソン以来である。優れたディフェンスが持ち味のプレイヤー。大学時代は数々のディフェンスに関するタイトルを獲得しており、NBA でも1年目からリーグ屈指のディフェンダーとなっている。一方で、 オフェンスには、何があり、今後の課題とされている。UWS マティス・チブル、ゲッツ・チャンス・ツー・ディベロップ・ゲーム・ウィズ・パックマイナス -12、オール・スターズ・イモ・オーストラリア。ザ・シアトル・タイムズ、2020年6月3日閲覧。UWS マティス・チブル、ゲッツ・チャンス・ツー・ディベロップ・ゲーム・ウィズ・パックマイナス -12、オール・スターズ・イモ・オーストラリア。ザ・ シアトルタイムズ、2020年6月3日閲覧。アンドリュー・ネ・モック・ザ・オレゴニアン、オリガンライブ、マティス・チブル、3、スター・スモール・フォワード、チュージズ・ワシントン・ハスキーズ、オーバー・オレゴン、アザーズ。オリガンライブ、2020年6月3日閲覧。アフター・ロマール、エス・ファイア・リング、コア・オブ・カレント・ハスキー・チーム・オプティット、ツー・スティック・アラウンド。 キットサップさん2020年6月3日閲覧チームサインズチブルフィラデルフィアセブンティーシクサーズ2020年6月3日閲覧マティスチブルジョインズアレン・アイバーソン・イン・シクサーズ・ルーキー・レコードブックスシクサーズ・ワイヤー2020年6月3日閲覧ありがとうございます